どうもみなさんこんにちは、中西です。緊急事態、緊急事態、目が開かないです。緊急病院に行って、私は一睡もしてません。だけど私は今からどこに行くの？一泊でコリア。忙しすぎて一泊だけでニャンピョンシスターズは韓国コリアに行きます。よろしくお願いします。せっかくコリアに行くのにさ、メイクもできないよ、目が痛くて。だからね、もう私はもうさ、うん、あーすごい、これはもう空港ファッションのブラックピンクじゃん。ハグだな。ハグ。ハグ出てよ。どんどん覚えてってる。荷物多いな。しかも誰も持ってくれる人いねえの。はい、早く行くよ。混んでたんだから道。これか。寒い。韓国スターが空港に降り立ちました。でか、びしゃびしゃ。あと28時間ぐらいしかないです。そしてですね、今日は車を VIP サービスみたいな感じでベタ付けしてるんですね。なぜならば一泊二日しかないからです。そして今何度ですか？3度です。あ、雪は1分後に降り始めるでしょう。あ、ねえ、レイちゃんは軽いドットの新作を全部着てます。そして先ほどここにハッシュドピンクを通したけど、すごい、全然見えない。消えたよ。消えた。しかもすぐ乾く。すぐ乾くし消えるし、とってもいいですね。です。すごい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 車が来た。今からツアーが始まりますよ。ホテルへ行きますね。よろしくお願いします。お荷物を。はい、すごい走って走って走って。私たち爪に行こうだよ。あと今日2回呼ぶのためでしょ。テストです。そしてレバ刺しも食べます。タッカパリも食べたいね。キャー。美味しそう。これは1回目のヨーグルトでございます。グリークヨーグルトです。これマジでアメリカにないよ。マジで韓国しかない。ほら見て、こうやってさ、すごい硬いの。これと一緒に、マジチーズ。はい、20分で食べ終わりましてですね、今からお買い物に行きますよ。もうあの人、この人黒ずくめの人、すごい。もうナスちゃんがよく使ってる、すごいモテなお店です。イミスです。皆さんすごいね、見て、クリスマスツリーなのかな。ここはあのビーカーっていうお店に来たんですけど、こちらセレクトショップですか？セレクトショップで、キツネさんのもしかしたらお土産かみたいなのものがあるかもしれないので、ちょっとこちらの方に行ってみたいと思います。少しずつ目が治ってきました。あー、韓国でメイクしたかったなって思った。やめて、走るんだって。トイレ休憩もなしなんですから、このチームは。やめて。本当、ある意味情熱大陸だよ。マジ情熱大陸。走って買い物をする。なぜならば一泊しかないからです。わあ、すごい、マジ雪。嬉しい。日本では絶対無理だったじゃん、ね、今年雪。今さ、このガラス越しにさ、日本人の女の子がね、私のことを、あ、リサちゃんみたいな感じで見つけてくれて、それでハッとか言って、それでガラスがこうあったから、いつも見てますっていうリップだったね。あのね、だから私もありがとう、ありがとうって返した。やっぱ日本人の方がいっぱいいらっしゃいますね。てかもう本当に、なんで私が一番かさばるやつを買ってるし、私さ、これ一番モテじゃんとかってさっき言ってたじゃん。なんで買わされてんの？しかもレイちゃんも買わないでさ。え、なんで？3人で着まくってさ、3人でこれどれがいいかな、一番いいかな。でもあのさ、着てる時ってさ、もう決まった着るじゃん。だって全種類着てんのよ。なんでみんな買わないわけ？マジで意地悪。ファーフィッチでこう買ったことあります。オープンワイワイというお店でございます。もうボスは早速、ボスすごい、もう私たちを置いてもうどんどん行ってる。行きますよ、行きますよ。あー、かわいい、かわいい。雪がすごいんだって。夜になってくるとやっぱすごい冷える。スーンってするね。はい、買いました。雪を食べに行きます。そうよ、はしごするんだから。最高。はい、なんかさ、韓国来てさ、私こういうとこ来たことない、うん、そうだよね、言われたらないでしょ。楽しいでしょ。すごい楽しい。タコが踊ってんじゃん。うわー、うまそう。キンパとかやばいね。やばいよね。どうしよう、キンブタ行くときにもうお腹いっぱい出すと。でもさ、今ウェイティングだよね。結構時間あるよね。まだ40組も。大丈夫、消化する。いただきます。お願いお願い、一回千枚食べていい？うん、
大好き。このぶっとい千枚ってさ、なかなか日本ってないんだよね。うまい。タコが動いてんの。怖い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 よ。うまい、最高。マジタコ生きてるよね。生きまくってる、うん。トッポキも食べたい。はしご。先ほどニャンピョンチームさんですかって言われました。中里依紗さんですかじゃなくてニャンピョンチームさんですかって、ね、もう3人ワンセットみたいな感じでニャンピョンチームさんって初めて言われたね。ゲロうまかったね、さっきの。めっちゃ美味しかった。え、こういうのは私本当に初めてなんだって。あ、私も初めて。ベイちゃんはやったことある？え、でもやってみたかったで、うん、すごい。なんか知ってる人がいないと来れないよね。確かに。すごいよ、トッポキが嘘みたいに大きい。見て、食べよう食べよう。すごい、屋台で食べちゃう。うまそう。このでかいトッポギってさ、日本なくない？うん、最高。甘くて美味しい。このトッポギ1個で300円。安いよ、うん。だってこんなでかいんだよ。伊東洋華堂の鳥みたいじゃん、なんかこれさ、すごいじゃん、なんかこのほら、伊東洋華堂これ日本にあったらマジで通うわ、うん、それぐらい、うん、もちもち、マジでうまい。なんで今から豚を食べるのにさ。ASMR でしょ。うわ、どんな？最高。うわぁ、頭横に、はい美味しいけど、リンゴ飴とかあんま食べてこない人生だったから。レイちゃん好きでしょ、リンゴ飴。いや、食べたことない。本当、リンゴ飴みたいな顔してんじゃん。ひどい。なんで？なんか可愛いじゃん、リンゴちゃんみたいなさ。じゃあ、はい、リンゴちゃんがシャインマスカット。おー、すごい。いいね。あんまなくなっちゃったよ、ほら。うん、レイちゃんも好きだね。寒い指が痛い、指が痛い。今から金豚に呼ばれたから大走りで行きます。何時間待ちました？この肉厚なサムギョプサルのためにやってまいったんで、で、これがなんかプチブランチでキツネさんが先にね、来てるのよ。それですごい上から自慢されて、え、めっちゃうまい、リーさんも行った方がいいよみたいな感じで行った方がいいよって言われたけど、なっちゃん行ってんだっていうね。出来上がりました。このまま行くかな、最初は。うまい。イエーイ、ミョンドン。早くしないとお店が閉まっちゃうからね。すごい。うーわ、あー、美味しそうだね。うーわ、すごい。結構寒いよ、マジで。こっち左です。はい、寒いです。何？何を買ったの、あなたたち？マシュマロ。マシュマロ？中にアイスクリーム。うーわ、しかもでけえ。うまっ。レイちゃん大好きでしょ。べっこ飴。やばい。モテなんだよ、あなたたちは。私は大人だから食べないから。私はスイカ食べたいんだよ。初めてのお使い。5000ウォンです。5000ウォンだ。はい、カンダムだ。はい。あ、大人だ。一人だけ、一人だけ。私はスイカです。どんな味これ。あ、マジで手が痛いんだよ。こんな寒いのにスイカ食べる人いる？理由どうぞみたいなさマジで手が冷たくて感覚がないのよ。でも美味しいよはい、着きましたよ、エケちゃんたち。今日はエグゼクティブラウンジのお部屋を撮っているので、一瞬ルームツアーをしますね。はい、こちらは玄関です。大理石のトイレですね。こちらで皆さん一人ずつハッピータイムをできるという感じですね。そしてこちらエキストラベッドをご用意させて。誰が寝るんですか、ここは？みー。エケちゃんサイズですか？エケちゃん。そしてですね、こちらすごいですね、みんなでこれ。え、3人で入るの？プロ。やってみなくていいよ。ここに誰が入る？エケちゃん。エケちゃん。やばい、これ今日の感想言おう。明日マジ爪爪だから怖いよ。みんなでもうさっさと寝るよ。明日助けて。せーの、ほい。せーの、いいよ。私はおはようございます。私
私たちは寝坊しました。イエーイ。寝坊してるのにもかかわらず朝ごはんに来ました。食べなきゃもったいない。美味しそうなものがいっぱい。みんな見て、こんなやってさ、個性が出るよね。この方誰ですか？レイちゃんです。私はモデルのお食事です。あ、この人が一番モデルだ。先生ですね。いただきます。こんなモノクロだよ、私今日。そうなんだよ、裏切り者、はい、私はちゃんと派手だよ。白、黒、黒、白、ピンク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 。惹かれるな。でもほら、意外とさ、隠れ日。確かに声かけられることが少なくなった。少なくなった。多分これで長崎帰っても誰もわかんない。今日でさ、帰るとか信じられないんだけど、どうしたらいい？あと一泊欲しいよね。あと一泊はないとさ、そういう感じで、ね、私たちは行きますよ。わあ、マジで旅。でもこれ昨日カットダウンは軽くていいです。ということで、今から私とナスちゃんが皮膚科の方に行きます。ね、すごそう。韓国と言ったらエステでしょ。今終わりましたけど、ナスちゃんすごいね、いい人だった。日本語も通じて、やっぱり安いだからなんかみんなが来る理由が分かった、うん、いやー、これは日帰りで来ることになるね。できるよね。また来るな、これ絶対来る、絶対来るな。あのお姉さんいい人だったから絶対来るな、ね、とりあえずヨーグルトをさっきも食べたけど、また食べに行きます。まだ肌は赤いですけども、ヨーグルトを食べに来ました。ここね、この間も来たんだよね。ご覧ください。私たちだけでさ、ちなみにラージを頼んでたの。食べましょうね。食べましょう。私が好きなポイントですね、お餅です。お餅が大好きなの。これとあんこのこのお餅です。幸せです。絶対餅として生まれ変わりたい。韓国の餅って美味しい。だってさ、昨日朝ここいたんだよ。そうだよ。怖い。そして目が痛かったんです。そして私は緊急病院に行ってたんです。夜中の2時半に。忘れもしない、私は夜の1時49分ぐらいに目が覚めて、目が痛くて寝れない、無理ってなって、そっからもうずっと緊急病院探して、だけどやっぱり緊急性がないからって言って断られて、それでやっと見つけた病院に行き、タクシーの中もずっとさ、深呼吸ってしないと痛いの、目が、うん、それが昨日の夜中か。本当に24だったね、うん、最後言ってないけどデパートも行ったじゃん。はい、行きまして、すごいここにぎゅうぎゅうに詰まってます。それはまた後日皆様にこのぎゅうぎゅうに詰まったお品たちをお伝えしたいと思いますので、お楽しみにしててください。とりあえずガンガン韓国行けるってことが分かりました。ねー、でもすっごい楽しかったね、うん、だからこれは、うん、怖いよ。誰が怖くなると思う？あれ、みーって人がいない。ご帰宅されましたちょっと今多分ずっとインスタの声ってやってると思う。どの写真にしようかに絶対やってると思うから、だいたいこの韓国旅行も言い出しっぺあの人だからねでもナスちゃんがいないと、この一泊24でこのスケジュールは楽しめることはなかった、うん、だから本当すごい。でもガイドブック出した方がいいよね。ニャンピョンガイドブックとか何でも知ってるからね。何でも知ってる。ミョンドンのさ、あのなんかぐじゃぐじゃしてるところもこっちがこっちがこっちがって全部よね、うん、ガイドブックっていうか、なんかコーディネートやった方がいいんじゃない、あっちで。そのレベルだよ、でもマジ、うん、っていう感じで、すごく楽しめました。レイちゃんすごい楽しめました。でまたちょっとこれでね、行こうね。あのちょっとサウナとか行けてないからさ、そう、ね、寝坊したからかっこ。今度こそはスパニーでちょっと韓国っぽいスチームサウナとかさ、ヨモギ蒸しとかさ、なんかそういうのしようね。うん、はい、ということで皆さん、今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっております。そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということでニャンピョンシスターズ韓国旅24アワーの感想ができました。また行こうね。行こうね。なんかリソでした。みちゃんでした。大先生でした。バイバイ。안녕하세요. 감사합니다. 즐겨요.